ROC 風です。はいどうも皆さんこんにちは、風です。ただいま自分は日本ジャパンにいるんですけども、皆さんインドネシア編どうもありがとうございました。いやーマジ楽しかったです、インドネシア編。本当にでね、インドネシア編もう俺自身すごい楽しんだっていうのもあるんですけど、本当にたくさんの方々がインドネシア編見てくださいまして、超楽しかったとか超学んだとか、いろいろコメントをいただきました。どうもありがとうございます。大盛り上がりしたインドネシア編なんですけども、今ねもう風ライフ結構すごくて、伸びがもう新しい人が何蜂みたいな人がいましたけども人じゃねえよそうですね、すごいいろんな人に風ライフを発見してもらってるっていう話、はい、そういうことです。どうもありがとうございます。ということでですね、ぜひインドネシア編見てない人は風ライフのインドネシア編見てみてください。ほんで風ライフ海外行ってきます。いやー行き過ぎ本当に。そんでですね、まあインドネシア編の次何編が行われるんだっちゅう話なんですけども、まあ全然みんなに今伝えてもいいんだけど、なんとなくね伝えずに言うと、その国へ向かう前にまずトランジットっていう乗り換えをするんですよ。はい、だから、今からですね風ライフトランジットしにとある国に行きます。今日はねそういうの動画を皆さんに届けようと思ってるんですけど、風が今から行く国はバン韓国。はい、韓国でございます。まあトランジットだけだからね、まあ、今日の動画だけだと思うんですけども、今年の5月ぐらいかな6月ぐらいかな忘れたけど韓国編やったんですけど、大盛り上がりしていただきましてですね、その名残ということで今日も韓国に向かいたいと思います。自身としては2回目でございます。そんでまあトランジットだから庶民そんな時間ないんですよね。自分が韓国に入れる時間、トランジットで次の飛行機を待つ時間、こちらが、24時間になります。はい、韓国24時間空港の中死んじゃうと思うので、韓国踏み出そうよということで、ソウルの方に、向かってのんびりしたいと思っております。ということで風ライフ24時間の暇つぶし旅に皆さんお付き合いしてもらえるということで、速攻で韓国向かいたいと思います。それでは皆さんレッツゴーコリア。はい、ということで着きましたインチョン空港です。どうぞ。ということで今ね携帯とかお金のことやり終えて、飛行機がねちょっと遅延してて、結構今夜なんでもうすぐねホテル向かいたいと思います。ということでホテルまで電車で行きます。はい、今ね電車に迷っているんですけども、まあ、その間にね普通に韓国ってやっぱいいよね、近いよね。ほんとに2時間とかで着いちゃうんですよ。でももう俺からしたらなんかもうちょっと飛行機乗ってたかったなって思う。なんかもう2時間映画見たら着いちゃうからね、もう1時間あって1時間寝るみたいな感じがやっぱ一番ベストなんですけど、どうなんだろうねこれ。あ、これかな。出発列車をお選びください。自分今回空港のめっちゃ近くに行ったんですよ。何これ違うな、こっちでしたね。運勢をみたいなとこに行くんで、これをイングリッシュにします。セレクトします。運勢をです。160円。はい、これでお金を入れます。簡単ですね、やっぱ一回来たことある国は。まあこんな感じでですね、ホテルに向かいたいと思います。あ、よっこいしょ。はい、ということでホテル到着しました。韓国のホテルなんですけど、まあ、こんな感じですね。はい、これが洗面でなんとかかんとか、これシャワーで、はい、この辺ベッドです。はい、まあこんな感じです。ですね、そんで韓国はね俺が最近行ってた場所がちょっと悪いっていうのもあるけど、韓国のホテルはちょっと高いな。これで1万円超えたね。もう最悪です。今ね、土日っていうのもあって、全然空いてない。やっぱ韓国って超人気やね。だからこれで1万円ぐらいしちゃったんですけど。ただね、一番安くてもこんぐらいだったんすよ。で、市内の方はもうパンパンで、もう2万円ぐらい払わないと市内の方泊まれなくて。だからちょっと空港の近くにしたんですけども、ただいまのね、時刻がね、9時10時とかなんよね。で、こっから市内の方に行くと結構ね、時間がなくなっちゃうんですよ。何もできなくなっちゃうから、今日はここで過ごし、明日街の方にね、繰り出そうと思います。っていうことでですね、僕はですね、今から、この何にもすることない無駄に広いこのホテルを使って、夜ご飯食べます。夜ご飯がこちら。パスタ。はい。パスタです。パスタを食べて、のんびりしたいんですけども、風邪らくですね。まあ、今回韓国2回目ということで、前回ね、来たんですよ、韓国。あ、これコンビニの店員が、日本人って言われて、日本人だよって言ったら、じゃあ箸だねって言われて、パスタと箸をもらいました。ありがとうございます。はい。でね、お金がね、今回ね、この韓国で使う分のお金は、もうさっき空港で下ろしてきたんですけど、シンプルに前回の韓国編の余りのお金があって、もうほんと嬉しいですよね。なんか結構俺海外行くからさ、使わなかった現金とかが家に溜まっていくんよ、海外のお金が。だから今回韓国のお金持ってきたんですけど、前回の韓国編の余ったお金が今現れたっていうのはもうほぼ無料のお金みたいなもんじゃないですか。はい、だから待ってねうまあ、マジでうまということで、今から無料で得てるお金、韓国のカジノにぶち込んでいきたいと思います。ということで、明日街へ繰り出す価格までおっぱい。おはようございます。はい、ということで、韓国24時間旅、寝ちゃったから終盤になっておりますけども、韓国到着しました。そしてですね、まあ、昨日到着して、そっからね、夜中カジノに行ったら、4万勝ち。はい、はい、嬉しいです。今回、この韓国から飛び立つ国のホテル代すべて回収しました。もうこれですよ、激アツ。ただしですね、夜12時ぐらいには終わろうと思って、そんで、その時に時点でちょっと勝ってたの。で、最後12時になって、ラスト3回やろうと思って、ポンポンポンってやったら、4万勝ちになってて、えぐっと思ったんですけども、今回ね、パラダイスシティっていうカジノに行ったんですけども、今年に地元の友達と、そこでカジノをやるっていう動画が、コムドットっていうチャンネルで上がったんですけど、その時ね、みんな金銭価格狂ってて、もう周りがみんなゴリゴリ行くから、もうなんか10万とかでギリ、ちょっと買ってるみたいな、もうようわからん金銭感覚になってて、だから4万勝ちになったんだけど、あれ俺全然勝ってねえなって思ってたんですよ。でも、いや待てよと、4万ってでかいぞと思いまして、無事、カジノで一番大事なやめるタイミングを見つけることができました。はい、嬉しいです。ありがとうございます。ということで、やめるときやめれる男カズエライフは、ただいま韓国のソンスっていう場所にいます。はい、皆さん知ってますか？ソンスっていう場所。韓国のソウルはホンデとかホンデとかいっぱいあるじゃないですか。そんで今なんか聞いた情報によると、ここのソンスっていうところが今めちゃくちゃ来てる場所らしいんですよ。それをね、皆さんに伝えるために来てみました。ここではおしゃれなカフェとかいろんな洋服とか、そういう買い物系でめっちゃ今ね人気が高まってて、で今電車で来たんですけど、すごいもう若者だらけ、もうほんと緊張しちゃいますね、本当に。ということで、ただいまからそのソンスカフェが有名らしくて、なんか調べたらね、なんかおすすめだよって言われたカフェが近くにあったんで、今からそこに向かいたいと思います。それでは、ただいま来てますよと言われているソンスという街が、どんな感じなのか見に行きましょう。はい、ということで見つけました。こちらです。レインリポートクロワッサン、なんかすごいらしいよ。あ、でもすごい、見て、なんか店の中から見ると雨が降っているように見えるカフェらしいです。入ってみますか。おお、頼み方が全然わかりません。なるほどね。これを写真撮るのが、これが女子力ということで、僕も撮ってみたいと思います。うまそう。みんな撮ってるね。じゃあ僕は食べていきたいと思います。すごい、いろんなクロワッサンがある。じゃあアイスラテ。いや、だって。Thank you。これ、ここでトーストするんだ。あ、これでした。1 minute。 Thank you。 はい、ということで、多分日本人の女の子が「1 minute」って聞いてくれて、オーブンやってくれました。ありがとうございます。ということで、こちらです。これすごくね。これめっちゃ綺麗。まあ、問題は味でございます。まずバタークロワッサン、これめっちゃうまい。これめっちゃうまいけど、これバターえぐい。こっちはなんなん、これもクロワッサンなんかな。これ可愛くない？リボンみたいになってんの。いただきます。甘い感じの、これマジでうまいぞ。甘いパンでサクサクで中もちもちみたいな。で、ここの何がすごいって、ここが有名なのが雨を連想させるカフェということで人気らしいんですよ。でも普通にパンもうまいし、だから名前もレインリポートなんですけど、まあ、さっき外から見たやん。で、中から見ると雨が降ってるみたいな感じらしいんですよね。それがこちらです。雨かは怪しいかな。まあいいっすよね、人気だから。ちなみにパン、これめっちゃうまいから食べてみてね。じゃあこういうことで次の場所行きましょう。あー、うまかったー。うまかったけど、めっちゃ日本人多くて緊張した。はい、ということでね、まあ、あんな感じでカフェがすごい有名なのがソンスっていう場所なんですけど、買い物、これが有名なんですよ。ここはね、買い物をするらしい。ただね、俺がこの聞いた情報によると、ちょっとね値段感がね高めのとことかがあったりとかして、例えばキス、言われたのはキスとかがあるよって言われたんですよ。キスって高いよね、知らんけど。でも自分の友達が買ってたから、多分高いやつなんだと思います。まあ、今僕みたいにお金にね余裕がある人はキスとか全然買っちゃってもいいと思うんですけど、やっぱお金に余裕がない時、まあ、僕はありますよ。はい、今あるんですけど、お金に余裕がない人とかもいるじゃないですか。韓国行って買い物したけど、あんま高いのは嫌だなみたいな。でも韓国の可愛いのが欲しいなみたいな。そういう人マジで任せて、俺に。そういう情報はカズエライフ一択ですよ。ということで着きました。こちらです。マーケット U。韓国の古着屋さんらしいんですけど、超安くて、まあ洋服が売ってるらしいんですよね。はい、だから行ってみましょう。入ってきました。うわ、なんか古着屋って世界共通でこの匂いするんやね。まあ、例えばこういうグレーの半袖のスウェット、おっとちょっとセクシーな感じの透け感があるやつですね。これが4800円。これを高いと思った俺はおかしい？これ俺がおかしいんかな。でも見てください、自分も着てました。中学校の時にピンク色の服、これカーハートの服が1800円でございます。あ、これとか色かわいいや。これ安くね？めっちゃあったかそうなので2800円とかですよ。あ、待って、俺これ持ってる気がする。これも2400円とかです、このセーターが。大丈夫だよね、多分安いよね。よかった、みんなに安いとこ届けられて。高いかと思ったよ。まああんな感じなんですけども、自分古着より新品派なんで、出ますか。はい、もう出てましたけど、はい、やっぱなんかね、古着屋ってさ、みんなどう思う？めっちゃね、好きな人がいるから、こういうことあんま言わない方がいいと思うんだけど、俺はあんま古着屋はなんかね、あんまピンとこないよな。俺なんでやろう、新品の方がかっこよく見えるよね。でもやっぱこう古着をね、うまく着こなしてる人たち、ああいう人たちのねファッションとかはすごいかっこいいなって思うんですけど、なんか古着を単体で見てもなんかね、あんま買おうかって思わないんですよね。皆さんはどう思いますか？逆に古着の良さとかをめっちゃ買いますみたいな人いたら、ちょっと良さを教えてほしいです。良さ良くないみたいに言ってるけど、はい。そして皆さんこちらです。キスですね。どんぐらいの高級ブランドなのかわかんないんですけど、ドアマンみたいな、ボディーガードみたいな人があそこにいる感じの、ちょっと良さそうな洋服屋さんとか、こういうのがねめっちゃあるんですよ。で、自分今回韓国にこうやって来るって決まって、なんか T シャツ買いたいなと思って、洋服とかは好きなんですけど全然マジ買ってないのね。ここあれだ、これアーデールですね。ここも結構いいブランドで、前回韓国行った時に友達のヒューガ君が買ってくれました、僕に。ありがとうございます、嬉しかったです。はい。そんでこちら見てください、これディオールです。まあこれは確実な高級ブランドじゃないですか。これもね結構1個の逆にフォトスポットになってて、もうほんと韓国のインスタ映えの象徴と言っても過言ではなさそうな女性たちが目の前で写真を撮っていらっしゃるんですけども、このねディオールとかは確かなんですけど、ポップアップでできて一時的なもののはずがめっちゃ人気で、現在も継続してやってるらしいです。ですからね、こちらね、今の自分4万ぐらい余裕あるんですけど、その10倍ぐらいね余裕がある人はこちら行ってもらって、で自分ぐらいの余裕しかない人、また自分よりもね余裕がない人、僕今日余裕ありますから、そういう人たちはねついてきてください。このままこっちです。今から紹介するのは、たまにカゼ君このサングラスどこのなんですかっていう質問でいただくんですよ。で、まあぶっちゃけて言うと、これはジェントルモンスターって言って韓国のブランドで、まあ前回の韓国編で買ったやつなんですけども、これがね確かね2万数千円だったんですよね。多分ジェントルモンスターの中だったら普通か安い方ぐらいだと思うんですけど、サングラス2万ってさ、どう思うっていう話やん。まあ妥当って思う人もいれば、高いなって思う人もいると思うんですけど、ここで自分が皆さんにこのジェントルモンスター、韓国で大人気のサングラスのブランド欲しいけどちょっと高いよなと思ってる人いるよね。レイバン欲しいけど高いから、フィリピンでパチモンのレイバンを買うとかあるじゃないですか。でもやっぱさ、パチモンブランドがついちゃうでしょ。ちょっとやだなそれはみたいな迷ってる人に朗報です。もしこういうジェントルモンスターみたいなサングラスが欲しい人は、ソンスのこちらに来てください。どこだ？はい、後ろでしたね。こちらです。ブルーエレファント、はい、このブルーエレファントっていうところはサングラスのブランドなんですけど、普通に超いいブランドがサングラスがいっぱいある中で普通に安いらしいんですよ。ちょっと行ってみよう。入ってきました。めっちゃジェントルモンスターみたいな店内なの見て、こういう感じで超ジェントルモンスターみたいで、結構イカしたサングラスやん。こういうのがなんと5000円とかで売ってるんですよ。あ、ほらこれとか超かっこいいやん。これもう全部1000円で自分目悪くないんですよ。目めっちゃ良くて、これから先も目よくありたいなと思うんですけど、それはまあみんなそうか、目悪くなりたくないなっていう理由が、自分眼鏡マジ似合わなくて、透明なサングラス、これいいのかな。あ、でも意外といけてる。いや、いけてんのかわかんないです。はい、粉症対策ですよね、これは。はい、でこの花粉症対策も5000円です。はい、お疲れ様です。ということですね、本日は韓国で今一番来始めてるという、ソウルのソンスっていう場所を皆さんに紹介しました。まあ、来始めてるっていうか、もう来てるね、完全に。街を歩いた時の人の数とかで。で、やっぱここは言った通り、カフェで有名だったりとか、またショッピングでね、有名なブランドさんがここにあったりとかで、他にもね、今日見せた通り安くてもかっちいいものも、ここにたくさんあって、人気の理由がすごくわかるような場所になりました。で、自分もね T シャツ買おうかなと思ったんですけど、結構韓国も秋服冬服が始まってて、ちょっと今回ね、自分はいい欲しいものにちょっと出会えなかったんで、お預けでございます。ということで、まあ、自分はね、今回韓国はまあ寄り道ということで、さらっとこの1本で終われるんですけども、もうちょっとしたらね、僕の乗る飛行機が飛び立つので、空港に向かって、とある国へ向かいたいと思います。ぜひ、この韓国の寄り道先、こちらの動画お楽しみください。そんな感じで今日の韓国はここで終わるんですけども、いや、そうですね、やっぱ韓国はめっちゃいいね。なんかこうショッピングとかやっぱ一番なんかしやすい国だなって、いろんな国回ってちょっと思います。まあそういうのがね、日本人の女性たちからもうめちゃくちゃ人気の韓国なんだなっていうのが、とてもとても分かります。だから今日韓国でね、動画撮影してきたんですけど、もうめちゃめちゃ日本人いっぱいいる。さっき言ったカフェとかは2割か3割ぐらいは日本人がいて、日本から2時間ぐらいで着く海外ですので、一番行きやすい国でございます。ぜひ皆さんも韓国週末がてらに行ってみてください。まあそういう国で今日動画を撮影してきたんですけども、自分やっぱりいろんな国でこう一人で GoPro を持って喋ってるんですけど、正味ね、大体ね、自分が言ってることなんて周りの人何言ってるか分かんないから、もう全然気にしないんですけど、この韓国でこの日本人がいっぱいいる場所でこれ動画の撮影、これなんか気まずいな。風ライフが行く国はこちらラオス。アメリカのニューヨークタイムズのニュースみたいな、なんかすごいニュースがあるんですけど、全米で一番行きたい国に選ばれた国なんですよ。ヌードル系でした。頼んだのはこんな感じ。どうやって食べればいいんでしょうか。